女子バスケットボール最高峰の舞台に。ここに立つことを後押ししてくれた人が。やっぱり一番篠崎選手に WNBA に挑戦するって伝えた時に誰よりも喜んでくれて。同じチームで8年間共にプレーし、彼女の存在が自分を成長させてくれた。自分のパスのスキルだったりを上げてくれたのもやっぱり篠崎選手だと思いますし。2人で戦った最後の試合、彼女の存在があったから。この場所へとたどり着いた。やっぱり C さんが一番多分応援してくれてると思うので、それに応えれるようにやっていきたいなと思ってます。